これはちょっと珍しい野菜を水耕栽培した時の記録です。栽培の仕方ですが、こちらもちょっと珍しい水耕栽培のやり方になります。その方法とは、まず化学肥料は一切使用しません。動画に出ている錦鯉の力を利用して、この希少な野菜を成長させていきます。魚の排泄物をバクテリアの力で分解して、野菜が育つ栄養に変えてもらいます。そうして育てた野菜は高麗人参です。